今日も全力ぶっちぎり。なんなん違うの、構えたのに。いやおもろいな、何が構えだった。今日も全力ぶっちぎり、マキピロ君と。いやでもダメじゃん、ちょっとちゃんとして。はい、ということで今回ですね、超究極アウラグルベイグ絶対これ言えんよね。アウラグルベイグ&レクイエム、はい、こちらの、まあ、ギミックが出たので、はい、適正予想の方していきたいと思います。どのタイミングで来るか分かんないだから全力はい、まず、アウラ&グルベイグ&レクイエム、こちら、うん、初降臨が2月の23日金曜日19時からとなっております。はいはい、ギミック出ました。おー、ダメボの幻想壁。うん、はい、で、まあ、両方とも対応が必要なのかっていうのはちょっと分かんないですね。うん、ちょっとビッグマックスだけどね。ダメージボールどれぐらいダメージ受けるのか分かんないし、でも多分この2つのギミックはでかいと思う。で、幻想壁、まあ、こちらも吸着型かちょっと動けるんか、この剣もちょっと分からんかなっていう感じだね。うん、でハートなしのステージなんで、ヒーリングオールで回復するんだったら紋章のヒーリングオールマスターつけとくとええかもしれへんし、うん、まあ、反撃モードっていうパターンもあるし、はい、まあ、天使が小ハートをポンポン投げるっていうパターンもあると思います。うん、まあ、どれかは分からんけど、まあ、こんな感じやね。はい、だから、まあ、HP 回復できる友情コンボとか持っとると、うん、もう皆さん頭に浮かんどると思うけどね、うん、有利なんちゃうかなと思います。お、はい、そしてエレメントエリア内は属性効果アップということで、わ、まあ非属性ですよ今回は。あ、そっか、キアでか、属性を限定してきたねっていう感じ。ただこのエレメントエリアの倍率がどれぐらいか、でもね、こういう場合高いんだよね。だいたいエレメントエリアが展開されるパターンは高いので、多属性ちょっとしんどいと思うね。うん、うん、二属性といったらあのキャラしかおらんやん。そうですね。で、まあ、二つ目が友情が光る可能性が高いかなと、うん、そうか思います。はい、はい、で可能性なんだけど、エレメントエリアが減速壁付近にあるだったら、はい、ゲージ減速壁の共有上のキャラクター、これゲージ抜いて配置、はいはいはい、ちょっと止めてね、うん、そうで、他のキャラクターでこうアタに行って友情コンボで削っていくとか、ね、なるほど、そういうこともできると思います。お、そして減速壁非対応の共有上のキャラクターも、うん、まあ、使える可能性は全然出てくるかなと思います。そうね、まあ、ただダメを減速壁、まあエレメントエリアがあるので、ひょっとしたらどちらかあんまり必要ないのかもしれないね。うん、うん、はい、じゃあ、ここから適正予想の方行きましょう。マスター A 本命は、まさむね。まあそうでしょうね。まあまあ、これやろな。うん。まあ、なんて言ったってショットスキルでダメージオール僕はしさ。うん。もう今年の顔ですから。ただ、減速壁も、どっちも対応してない。はあ、ダメージオール。もし、関係ない。まあ、ダメージオール関係ないんやけど、うん。そう、だから減速壁を利用して、エレメントエリア内に止めれるっていうことができるのであれば、ね、もうあとはさ、まさむね、に当たれば友情で削ってくれるし、うん、あと当たりに行けば回復してくれるし、うん、最高やないか。うん、なんかまさむに配置してあと引っ張当てるだけぐらいのな、結局なんかこんなんなりそう。あ、なっちゃうか、うん、分からんけどな。だから、まあ、まさむね、あとストライクショット、まあ、これはフィニッシュでしか使いやんけど、うん、まあ号令、あと再装もあるから、はい、まあ、この辺で一気にねやれる可能性というのは十分にあるかなと思います。うん、お次はマサムです。また来たね。こちらは、ダメージボールには対応しております。おう、やっぱね、殴り強いじゃん。うんうん、ボス付近に、まあ、当然エレメントエリアは展開されてると思うんだよね。うん、で、パカーンってはまって倒すとかの場合だったら、ファーストキラー M とかも持ってるし、あと攻撃力チャージ、うん、これを生かすことでっていうこともできるし、うん、あとちょっと思ったのがショットスキル、これで、まあ、弱点出すじゃん、最初に触れて弱点出して、はいはい、でエレメントエリア内にいる、うん、例えば、まあ、もう一方のマサムとかに当たりに行くと、はいはい、まあ、弱点出した状態でスピニングブレードをぶち込むと、うん、いうこともできる可能性があるので、なんだかんだ言ってマサムネマサムネだったりする可能性はまあゼロではないかなと思うけど、まあまあここも十分可能性はあるのかなとか思ってます。はい、あとは SS ターン短縮してくれるやんか、うん、アシストスキルで、これがひょっとしたら生きる可能性もあるよね。何と組み合わせるかっていうところも結構まあ関係してくるかもしれません。はい、そしてやっぱりエクスカリバー、まあ、出てくるやろうなと思ってた。うん、
ダメージウォールには対応してません。だけどバリア持ってるので、はあ、まあ1回2回に関しては我慢できるかな。おさわり OK、 おさわり OK、 ただ超アンチ減速壁持ってるので、お、うん、ジュチジュチ引く可能性も十分にあるよね。あるね。ただですね、この超アンチ減速壁、これゲージなんですよ。そうだね。だからゲージ抜いて配置もできるし、動こうと思ったら動けるしっていうこともできる。いいね。あとやっぱ壁ドン、うん、のストライクショット、これエリア内に入った時には、うん、とんでもねえダメージも出せる可能性はあるので、10時間限り。そうやな。まあ何やったらゼロ抜けでストレートだね。うん、そんなんもあるかもしれません。でここからはちゃんとギミック対応してるキャラクター、はい、うん、でまずヒミコ、うん、まあ、普通に強いよね。まあね、回復 M 持ってるし、うん、あとキラー M で耐性も持ってますと、うんうん、もう言うことなしです。ただストライクショットのメテオに関しては確か無属性だったはずなので、これはちょっとダメージ伸びんかもしれんから、そこだけ注意かなとは思います、うん、ただですよ、まあ、先ほど紹介した正宗の玉として考えてもかなり優秀かなと。あ、玉ね、玉、うん、ゴーレの玉とかね。だからまあ卑弥呼は普通に使えるんじゃないかなと思ってます、うん。お次は虎杖悠仁、まあ、ダメージボールがこの重心化回で追加されて、うん、うん、あと超アンチ減速壁もうがっつり対応してますと、うん、超レーザーストップで、まあ、レーザー打ち込まれるのであれば逆に HP 回復しちゃうようなキャラクターですし、うん、友情コンボに関してはもちろんそんなに強くはないんだけど、やっぱ黒線、うん、しかもこれ打った後自強化続くからね、うん、足速いし、うんうん、だからこれも全然使えるんじゃないかなと思ってます、うん、ガビン丸ちゃん、まあ友情コンボももちろん強いんやけど、うん、ストライクショットやね、うん、うん、これ全体割合持ってるしさ、っていうことはエレメントエリア関係なくダメージ出せるよね。しかも無敵化もあるから、うんうん、まあ普通に使えるんちゃうかなと。いいね、うん、パワーじゃん、あコラボ続くね、うん、まあ大体ここやね、強そうなところって言ってくるとね。パワーちゃんの場合はレーザーバリがキラーあるかないかっていうところと、あと底力使えるかどうかっていったところもちょっとポイントにはなってくると思うんやけど、うん、ストライクショットの追撃、はい、ここが割合も関係してくるんで、どうですね、うん、そうだからもう最悪変なところでも割合っていうところでは安心感はあるよな、うん、うん、いう感じ。ただ友情コンボがどちらも無属性なんで、うん、そこがちょっと引っかかる点ではあるかな。あ、はい、じゃあここからはね貫通のキャラクターいきましょう、はい、アルスラン、いや強いと思う、うん、ただ加速持ってるから転生するキャラクターによってはとんでもねえことを、まあ、引き起こしてしまう可能性はあるよね。ちっちゃいったりね、うん、ただアルスランも十分強いよね、うん、まあ、キラー持ってる超バランス型の個性、このストライクショットもやっぱめっちゃ強いから、うんうん、友情コンボ強い、こう貫通の超強分身だって弱点にポコポコ当たった時結構火力出るから、うん、うん、まあ大本命と言ってもいいような感じかな。アルスランは普通に強いと思う。うん、そして姫アルファ、うん、あの回復 L 持ってるっていうところと弱点キラー持ってるっていうところはいいかなと思います、うん、ただねちょっと不安材料もあるやんね。超強衛星弾4ってことは伏せ姫に拾って触ってから、うん、さらにまたこう削りたいところに戻らなあかんというところもあるよね、うん、他の友情コンボってそのままビッて出たりとかするから、うん、ちょっとそこが引っかかるかなっていうところはあるよね、うんうん、ユニコーン、おー、まあなんて言ったってノーダメヒール持ってますからね、うんうん、だから自身が食らわない時にっていうところもあるし、うん、最近多くないですかね、なんか第1弾のキャラクター光らそうとしてくる傾向全然ねこの子輝いてないから、そうだから、うん、この辺でねこう活躍させて、うん、第1弾も引くといいよみたいな上級曲クリアしやすくなっちゃうよみたいなね、ああそういうあれですか、そういうようにてかパターンもね、まあ、ゼロではありませんから、うん、どうしたらユニコーンバーカーンってハマる可能性も全然あるかなと思います。エースストライクショットの割合っていうところももちろん大きいし、うん、うん、タイタルキラー持ってるっていうところと、まあ、あと状態異常があるんだったら全然いいんじゃないかなと思います、うん、まあ、この辺は大体プレデビュー部の適正キャラクターになってくるよね。あとキレイちゃん、はい、うん、キレイちゃんに関しては友情コンボは多分プンコちゃんになります。プンコちゃんになっちゃう、どちらも無属性やから、ね、うん、だけどやっぱストライクショットだね、うん、うん、横ラインに弱点があるとキレイちゃん大
チャンスだから、バーン、うん、だからそういう横にこう弱点がある場合はちょっと切れちゃうチャンス、うん、ただ逆に横にない場合は背景だってなってしまうかもしれない、うん、はい。で今回ね、あの期間限定ミッションがあります、はい、その他のキャラクター2体以上編成というのがあるので、うん、ちょっと紹介していくと、まずアビニベーション、うん、まずバイタルキルを持ってるっていうところと、うん、超絶ブレスがどうなるかちょっと分からんけど、うん、なんて言ったってワクワクの実2個食えるんだよね。まあ、だ商品名食わしておいたらそれだけでアビニベーションの仕事終わりっていうところもある、まあ、あとストライクショットで味方をサポートできるというところもあるかなと思います、うん、はい。お次は芝大樹、友情コンボに関しては全く期待はないんだ、期待できないというか、うん、ストライクショットで15ターンで、まあ、自強化あと連撃カウンター全属性キラーになるんで、これ殴りは絶対強いんで、うん、まあ、エレメントエリア内に敵がいてゴリゴリ削れるのであれば、うん、まあ、芝大樹とまたするんじゃないかなと思います。ターン早くていいね。そうやね、まあ、アタッカーとして活躍できるってやったらこの辺かなとか、うん、はい。そしてフカヒレ、おう、まあ何が強いかって言われたらちょっとあれなんやけど、うん、爆発友情持ってるよ、ね、ああ誘発、うん、うんうんうん、以上、うん、これアジンキラー M ついてるけど、これアジンじゃないよね、ロボットです、ね、ロボットだね、これね、女の子やけどうん、ロボットですね、そうですよね、うん、なんで、まあそこは関係ないかなと思います。はい、貫通枠、はい、シズさん、おー、うん、まあ、超アンチ幻想壁持ってるから、もちろんこう動けるっていうところと、あと無属性耐性 M 持ってるからね、火ダメ軽減いいね、で状態異常底力、あと SS ターンチャージ持ってるんで、サポートもできるキャラクターっていうところでええんちゃうかなとは思うんやけどね、うんうん、普通になんかこういい感じで活躍してくれそう、うん、ダインスレーブ、このキャラクターに関しては、まあ、カウンターキラー持ってるっていうところと、やっぱドレイン持ってるから、うん、一応 HP の管理しやすいよね、反射変化っていうところもある、うん、HP 吸収状態でもできるので、うん、HP の管理っていうところでもちょっと貢献してくれそうなキャラクターかな、うん、はい。お次は深入れ、あれさっきもいなかった、はい、進化と神化ですね。で進化の方は白爆発 L なんで爆発の範囲が広い、はあはあ、うん、以上ですだから共有上のキャラクターとかと組み合わせるみたいな、ね、なるほどね、うん、はい。ざっくりねこんな感じだと思います、はい、実際ちょっとやってみないと分かんないけど、うん、まあ準備しとくに越したことはないかなと思うので、まあ、よかったらね、うん、今回拾った適正で他にも、いやこんな可能性あるよとか、こんなんやれんちゃうとかね、うん、うん、こんな適正ちょっと抜けてるよ忘れてるよとかありましたら、うん、コメント欄で教えてもらえるとめちゃめちゃ助かる、はい、うん、あとライブ配信の方もねやろうと思ってますので、よかったらそちらの方も遊びに来てください。はい、ということで今回の動画はこれで終わりたいと思います。それで皆さんせーの、いい目見るよ、ありがとうございました、ありがとうございます。さあここからは最初何でいくかやね、はあ、うん、初見ってやつか、初見、ああ初見何でいく、え私に聞くの、うんどうしようね、大本命は避けて、避けるんや、ね、おいいぞだってつまらんくないもん、それで言っちゃったら個人的にはやっぱユニコーン使ってあげたい感はあるね、あーなるほどね、うん、あの息子大好きなユニコーン、あー輝かせてあげたいなっていう、なるほど、親心そうきたかまあでも今回さ俺あのなんだかんだ言って、うん、モンストのキャラクターが活躍しそうな雰囲気ある、あコラボじゃなくて、はい、あ、うん、あのとんでもないガチャ裏でやってるじゃないですか、やってますね、はい、あの期間中に来るんですよね、はあ、うん、だからそこで引かせたいなっていう、勝てない人がチンチンになって、あこれ適正ないや持ってない、ひょっとしたらこのガチャを引けばこの適正出るのではないでしょうかと思ってね、はあ、こんな夢を見させて、はあ、引かせちゃうんじゃないかなとかちょっと思ったりとか、あそう、まあ、皆さんね冷静になって、うん、冷静になって、まあ、そういう時はね、あの考えてほしいなと思いますけど、まあ、多分ですねこちらの、まあ、行く予定ね、俺が考えてるのは卑弥呼と政宗かなと、卑弥呼政宗お酒みたいに言うな多分、うん、初見はこれで行くと思います。皆さんの初見パーティーはもし決まってるのであれば教えてください。はい。